はい、皆さんはじめまして、マイマイレーティング1820チューニズム 16.94 音劇 15.18 ワッカー2618クロノサークル1553合計レート 15023.12 の名前、チューニペンギンです。よろしくお願いします。ということで、今日は珍しくね、普段実況しないようなゲームを、てか実況すらほとんどしない人間なんですけれども、見てください、エンドマークすごい。ということでね、やっていきます。いや、すごいですね。今多分この動画とを撮り終えてから後でこうやって実況してるんですけれども、今謎の間があったと思うんですけれども、おそらくツイッターに実況でツイートしてたんだと思います僕。いや、すごいですね。エンドマーク、ゲーム内通貨でというか実質だから無料で購入ができるということでね、これ実は初めてなんですよ。エンドマークが無料で遊べるスマホ音ゲーマロディに続いて2作目ですね。はい。ってことで、エキスパートから順序よくやっていくんで、今回レベル30ということでね、合計レート 15,023.12 の私がやっていこうと思います。はい。で、私もね、プロ世界以外実は音ゲー知らないので、このエンドマークに希望を添えてという曲はどんな曲かなっていうことで、ちょっと調べさせていただいたところ、あれですね、ボス曲なんですね、このエンドマーク希望を添えてっていう曲は。なんで、難しいと。はい。結構前のボス曲なんですけれども、もう随所で言われている通り、マスター譜面がレベル限界突破してしまって、レベル33の壁をぶち破ったと、よその顔なのに。はい。もうボカロじゃないとかもなんかいろいろ言われていますけれども、もうそういうこととかも差し引いても、すごいことやってますよねっていう。はい。いやー、まさかこのプロジェクト世界でこの曲をやることになるとはちょっと思わなかったんですけど、で自分の YouTube チャンネル見返していただくとわかるんですけど、ほとんど上げてないんですよね、プロジェクト世界。お前やってんのかというところなんですけれども、しっかりやってます私。はい。で、ライブビューイングアプリとして主に楽しんでるんですけれども、実際のところ。はい。そうですね。私、ワンダーランチショータイムの草薙ねねというキャラが割かし、そこそこです。そこそこ好きで、正月のガチャも展示をしてっていうところなんですけれども。いやー、あれですね。展示で苦しんだ挙句待っていたのはエントマーク希望を添えてということでね。もう、すごいですね。ここをドリル。基本的にこの曲すごく速くて、見た目以上に結構指を疲れさせてくる腕ですかね。何やってるんだ。で、割とチューニズムの本家もそんな感じです。チューニズムの音源を俺知らないんですけれども、はい。今回移植するにあたって、コスモさんが書いたからっていうことでおそらく移植したんでしょうけど、どういう心境でこれ入れようってなったんですかね。なんかセガ側から持ちかけたのか、カラフルパレット側から持ちかけられたのかちょっとよくわかんないんですけれども、終わりましたね曲。そう、原曲に比べてかなり尺がカットされてて、これ多分マイマイの音源なんですよね。はい。プロジェクト世界以外の音ゲー知らないんですけれども、私。いやー、これ何ミスでしたっけ。そう、録画してすぐに喋り出してるんで、自分のリザルトほとんど覚えてないっていう、そんな感じなんですけれども、1ミス2グッド、2バット1グッド3ミスやった。はい。321と、演技がいいですねということで、マスター譜面が解放されたので、多分このままマスター譜面多分やるかと思うんですよ。てかあれですよね、最近のスマホ音ゲー、グッドでコンボ切れるじゃないですか。何がグッドなんでしょうね。いや、いろいろなところで言われてるとは思うんですけど、コンボ切るはいよいよグッドじゃねえだろって思いながら、私プレイしてるんですけれども、はい。ってことで、レベル34、やっていこうと思います。とりあえずね、今イベントやっていて、そのイベントのキャラクター編成のまんま突っ込んでいますね。なので、ライフとか、そういったスキルは何も考慮せずにやってるんですけれども、この時のライフ補助の編成どれぐらいいましたっけね、いたかな。やっていきます。もう情けなくね、序盤のところでコンボを切っていますけれども、初見なんでね、
名前温かい目で見ていただければなんとやら。そうなんでこんな普段やっていないゲームの実況をすることになったかと言いますと、いや特に理由ないです、ごめんなさい。強いて言うならめちゃくちゃ話題になっているから速攻で動画を上げれば普段見てくれない層も見てくれるかなという横島の感情でしか今喋ってないんですけれども、いやでも結構やってるんだけど、私プロジェクト世界という音ゲー、はい、もうプロジェクト世界という音ゲー以外知らないんですけれども、ただここの音取りは結構チューニズムに近いですね。いやでもスマホのこの指先で操作をやるってなるとこんなに難しくなれるなっていうのがありますね。いやチューニズムの方での判定のなんていうかこうしっかりとしてる感じっていうのがねひしひし伝わってきますよね、ほんと。まあプロジェクト世界しかやってないんですけれども私。さあここも多分ねそのリスペクトなんですよ、マスターフレンの。うん、いやここの24部ね、なんかここごちゃっとしてるんですけど。さあ、あてかライフ40ですね、死にかけてますね。さあどこまでいけるんでしょうか。いやーなんかここまでなんかこう難しいなるかという、ここ完全4レーンですけども、あダメでしたねということでカットいたします。ということでカットしまして再チャレンジしていけます。今一瞬ちらっと編成見えたかと思うんですけれども、ライフ5枚編成ですね。プライドを捨てていきますね。はい、まあね私超凄腕オートゲーマーでもなければプロジェクト世界しかやっていない一般ユーザーでしかないので、もう本当にこういったボーカル曲以外のインスト曲は音ゲーでやるというのが初めてなんですけど、見てください、この上のところに表示されている画面収録のタブ。いやもう速攻ね、速攻もカットして速攻をやり直した跡が伺えるんですけれども、あまああれですね、いやーなんかそうこれ改めて今こう音取りを見返しながら喋ってるんですけれども、なんかね存在しない16部が置かれていてびっくりしましたね。あそこ16部なんだみたいな。はい、16部って何かっていうとなんかこのダダダンってなってるこれですね。まあ、そういう感覚の話です。さあ何でしょうね、そう自分レーンカバーをしながらプロジェクト世界をやってるので、なんで結構ハイスピード遅めだなって思う方もいるかもしれないんですけれども、そういう背景があったりするんですね。じゃあ実際なんかこう奥側隠しながらこうやってるんですけれども、それをやるとですね黄色いフリックあるじゃないですか、これこれ、そうこういうのが矢印が表示されるタイミングがちょっと遅れていてかなり見づらいんですよね。レーンカバーをするのをやめろという話で落ち着くんですけれども、ちなみにここを見捨てるのはただただ俺の下手です。はい、でここの24部が見捨てるのはただただ俺の実力不足でした。さあいやーでもこう見てても疲れますよね。もうなんか普段マスターやってないって人がもしこの動画を見ているのであれば、うわなんか疲れそうなごちゃっとした譜面だなっていう感想で止まると思うんですけれども、いやーその通りですね、やっててしんどいですね。本家リスペクトです。なんか本家の譜面もそんな感じですね。なんかね何でしょう、今このプレイの後におそらくミス数がバーって出ると思うんですけれども、チューニズムの方自分こんなミスってないですからねいや多分ねチューニズムより全然難しいと思うんですよね。プロジェクト世界しか私音ゲーやってませんけども、いやーいやここねここやばいよね。いやエアーだから許されてたんだなとか、チューニズムの仕様だから許されてたんだなって思うのをやっていますね。あとここの譜面超汚いですよねびっくりしました。なんかダメ押しに縦で置いてたりしますしね最後。はい、いやライフ5枚編成でここまでライフ削られるっていうのもね、もうなかなかな不明していますよね。ぜひともねもう最速で AP 取って自己顕示欲を満たしたいという最強の方はね頑張っていただければと思います。はい、見てくださいミス30ですよ。もうグッドバットも実質的にバットみたいなところあるんで、もう合計すると45ミスみたいなところあるじゃないですか。いやーチューニズムでこんなリザルト出ないですねってことなのでね、まあ、超アーケードオートゲーやってる人でも大変だなっていうような感じの不明なんでね、皆さんもね自分の身の丈に合った難易度を選んでプロセカを楽しんでいただくといいんじゃないかと思います。僕はバーチャルライブにこもります。さようなら。